はいどうもプロボーラーのイソピーです。はい皆様こんにちは、こんばんはかな。はい、でね、はい、ネグザスボールは、先週から営業の方は再開しておりますけどもね、まだ営業もね再開めどが立って、おらないところとか、まだね、休まれてるところもたくさんある中で、まだ岡山はね、感染者の方が少なかったりしてね、県からも自粛要請というのはね出てなかったんですけどね、このボーリング場とかに関しては、岡山と徳島かなはそんな感じだったらしいんですけど、まあそれでもねやっぱり何かがあったら大変だということで、自粛はしておりました。まあ、まだねそれでもやっぱり営業はされてたボーリング場さんもちょっとあるんですけど、まあそのボーリング場をね他のところでも、まあ、あの越境でね、まあ、他府県ナンバーの方が来られてたりとかでトラブルっていうのもねいくつかあったりも聞いてるんで、まあ何かあったらね、怖いなとは思いますけども、とりあえずねうちも再開はしたんですけど、まあ、あくまでもまあ地元とかね、近隣の人に楽しんでもらうためにということなんで、ね、外から行くよって言ってくれてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、ある程度ねコロナが落ち着くまでは、ね、できれば我慢していただいて、またね落ち着いた時に、皆さんで楽しく遊べたらなと思います。はい、それのね、県で、まあ、近い感じの話なんですけど、まあ、今年ね、僕プロボーラー10周年ということで、いろいろ企画もしておりましたし、まあ、あのチャレンジマッチとかね大会とか結構ね声かけていただいてたんですけど、まあ、発表はね、まあ、してないというか、まあ、できないですよね。ネグザスも、ね、今後ちょっと予定しているやつもちょっとねどうなるかわからないということで、まあ、近日中に、ね、ちょっと、まあ、お話はしないとなとは思ってるんですけど、まあ、現状決まってるこう発表したやつはもうそんなになかったけど、とりあえずまあ中止っていう形になってますし、今後のもちょっと白紙になっちゃいそうな感じでね、今年はね本当にちょっとね、いろんな方呼んで、いろんなところ呼んでもらってあのいろんなことをしようっていうね話をすごい進めてたところだったんで、まあ、すごいね残念ではありますけど、まあ、それよりもね、やはり、このねコロナの問題が落ち着いて、皆さんで楽しくボウリングができる方がね大事だと思うんで、皆さんね、くれぐれもあの他府県へ行ったりとかね、してね、なんかいざこざになったら大変なんで、皆さんでね、ここを頑張って乗り切っていきましょう。はい、それでね、まあまあ今日はこんな近況報告みたいな感じなんですけど、まあ、あとねこういう影響といえばやっぱりねトーナメントはほぼほぼ中止になってね、承認大会とかもないですけど、まあ、ここ最近でまあちょっと話題になったといえばプロテストの中止ですかね。はい、最初はね延期になって、そこから再延期になってで、まあ、中止が決まったという感じでね、あとスポーツ界だったら何でしょうね、あと、まあ、インターハイとかもね、中止になったんで、まあ、学生さんちょっとかわいそうだなと思うんですけど、まあ、そうなったら、まあ、夏の甲子園とかもありますし、あと、まあ、国体ですね、まあ、そこまでどういうふうに影響してくるのか、まあまあ、難しいところですけど、特に今ね3年生の子とかだったらね本当に最後のチャンスで捉えてるような人もいてるんで、まあやりたいですけどね、やっぱり何かがあってからで本当に大変だと思うんで、まあ難しいとは思いますけども、本当にね早くこの問題が収束することを祈るだけですね。はい、ということで、あとねちょこちょこ休みの期間中もね DM とかいただいたり、あのボーリングしてない時ネグザス休みの時何してるんですかってまあいうのとか、まあ、連絡先知ってる方だったらねお電話いただいたりとか、まあ、あったんですけど、まあ、基本的にはもうぼーっとしてました。もうちょっと時間がある中で、まあ、特にねこういう自粛とかじゃないんだったらね多分ほとんど釣りに行ってたとは思うんですけど、まあ、なかなかねそうやって表だってそんな行けないですし、まあ、こそこそ行くわけでもないですけど、まあのんびりしてるか、まあ、あとはほとんどゲームやってましたね。もともとやってたゲームと、あと、まあ、誘われて一緒にやりだしたゲームと、まあ、ほとんどゲームかなしてたの。まあ、あとはね、まあ、もうちょっとね本当は撮影とかもしたかったんですけど、まあ、センターにね入ったりするのもちょっと限られてたりとかね、
してあんまり撮れなくて、でも動画毎日上げてやろうとか思ってたんですけど、なかなかうまくはいかなくて、ということでね、あとね釣り動画とかね、本当に撮ろうとしてて、まあ自粛になってね、なかなか全然行けてないんですけど、で釣りとかもね、最初はねこのチャンネルで上げて、後からサブチャンネルかなとか思ってるんですけどね、まあまあそこら辺も、まあ、意外とコメントねいただくんで、釣り動画まだですかとかねあるんで、まあ暖かくなってきてね、行きやすい季節にはなってきたんで、まあそういうね、まあ僕が釣り再開して、まあ、僕が普通に行くような動画もありますし、まあちょっとね説明しているような動画とか、あと初心者誰か連れて行って教えたりとかね、まあそういうのをみんなに見てもらって、まああのボーリングできない時でも、まあ釣りとかだったらね行けるところとかもあるんで、まあ今から釣り始めようとかね結構言ってくれてる方多いんで、まあそういう人に向けたような動画を作ろうかなと思ってます。ボーリングでもそうですけどね、まあ、釣りなんか特にもっとなんですけど、知ってるか知ってないかだけで、すごいね、差が出ること多いんで、特に釣りなんか、タイミングとか場所とか、そのちょっとしたコツだけで、もう坊主やったり、まあ、大量やったり、本当にその境目すごい分かれるんで、まあ、そういうところも含めてね、そういう知識とかってね、やっぱり大事なんで、まあそういうのもねいいきっかけになればなと思って撮ろうかなと思ってます。まあね、あとちょっとね質問とか要望とかもね結構この期間いただいてたんですけど、まあ、ちょっとまあこういうのもあってあんまり人集めたりとかね、してちょっとやりづらいことも多くて、まあ、予定はねしてたんですけど、ちょっとね今回は見送って、まあ、またね落ち着いた時にしたいと思うんですけど、あと意外とねこういうのについて教えてくださいみたいなね、のもあったんで、ちょっと一個ねそれは参考にさせてもらってまた撮ろうかなと思ってます。例えばこういうのを聞いたんだけど、ちょっと 実際やってみてとか検証してみてとか、まあできる範囲にはなりますけど、そういうのもあったらね、コメントでもいいですし、ツイッターやってるんで、ツイッターの DM でもいいです、そういうのを教えていただけたらと思います。はい、本当にねちょっと今日は短いですけどね、こんな近況報告だけになります。また次からねちょっといろんなものを撮っていきたいと思いますけども、はい、前回上げた動画で久々に投げるときにね、こういう風に気をつけましょうみたいなね動画上げて、話はしたんですけど、今日もね、これは久々に来られた人が投げていてって言ってね、足引きずって帰っていったりとかね、本当にね結構あるんで、久々に投げるときは前の動画見てもらったら話はしてますけど、本当に一気に投げないとかね、力入れない、指引っ掛けないとか、本当に簡単なことなんで、まあ、そのしっかり投げる前に1ゲームだけでもいいんでちょっと軽く転がしてね、するだけでも全然変わりますし、筋肉痛とかの予防にもなりますし、まあ、そういうのもね、ぜひやっていただけたらと思って動画上げました。ただ言ってもね意外とみんなやってくれないんで、本当にねやってほしいなと思いながら話してるんでね、まだ見てない方はぜひ見ていただけたらと思います。はい、じゃあね今日はこれで終わりたいと思います。Facebook とかね Twitter まだねちょっとあんまりやってなかったですけど、この期間はね、そろそろねちゃんと上げていきたいと思いますので、フォローまだの方しておいてください。チャンネル登録まだの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。